戸ポータルミュージアムハッチにやってきました。八戸ポータルミュージアムのポータルの名前の由来は八戸の玄関口という意味なんです。八戸の魅力がギュッと詰まっていますよ。早速行ってみましょう。中に入るとすぐにたくさんのお馬さんが迎えてくれます。700年前からある八幡馬という郷土玩具で、ここでは288体飾られているんですよ。で、この中に赤ちゃんを身ごもった馬が2体いるらしいんです。皆さんもぜひ探してみてください。私は分かりました。1階のミュージアムショップには八戸ならではの商品も置いているので、ちょっと見てみましょう。あー、八戸といったらサバ、サバ缶がいっぱいあります。しかもこれはサバのアヒージョ。2階に来るとイカのあんどんが迎えてくれます。昔の船ですね。これでウニやアワビを取ったそうです。今は数隻しか残ってないそうですよ。八戸のお祭りや町のにぎわい、これらは市民作家の皆さんが作ったものです。わあ、小さくなってこの世界に入り込みたい。すごい。八戸の夏の風物詩といえば三社大祭。三社大祭のミニ出しも飾られています。七福神がテーマなので、ここに来ると福がもらえるかも。2階の飲食ブースでは八戸の地酒3種飲み比べができるんです。どれどれ、いただきます。うん、もこちらはおー、うまい。どれも美味しい。え、どうしよう。3階は畳のスペース、和のスタジオのほか、郷土の偉人たちの業績を知ることができます。この敷物、青森の伝統工芸南部裂織でできているんです。大きいですよね。なんと32畳もあるんです。伝統工芸士の先生とお弟子さん約500人の来館者とともに8ヶ月もかけて制作されたんですよ。4階はクラフト作家や伝統工芸などの支援を行うものづくりスタジオと、子どもと大人がゆったり過ごせる交流空間、子どもハッチがあります。ここでは伝統工芸の体験ができるんです。行ってみましょう。こんにちは。私が体験したのは南部裂織。何百年も前から伝わる動作を繰り返します。こちらは子どもハッチ。子どもハッチでは親子で木材を使ったおもちゃなどを使って楽しむことができるんです。ここは子育て世代の大人と子どもたちが楽しい時間を共有できる夢いっぱいのコーナーです。八戸三社大祭つながりのものがもう一つ。八戸市を拠点にからくり木工作家として活動している高橋実さんが約2年の歳月をかけて制作したものがこちら。八戸三社大祭発祥の神社、尾上神社の豊漁神楽の一斉羽打をモチーフに作られたからくり時計。
1時間ごとに一斉に配置を行います。八戸を知ることができて伝統工芸の体験もできる。八戸を回るなら八戸の玄関口ハッチから入るのもいいかもしれませんね。